はい、金沢市の近岡に来ております。さあ皆さん、突然でございますがこちらご覧くださいよ。はい、薪がねずら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 と積み上げられてるんですね。ということで今日はですね、薪ストーブの専門店のウッドペッカーさんからお伝えします。どうもこんにちは、石川県住みます芸人落語家の月亭ほうきでございます。いやー、まあ今年はねしっかりと雪も降りまして、年始から寒い日が続きますけども、そういった時こそこの薪ストーブを見ていただいて、皆さんに心から温まっていただこうと思います。さあちなみに窓川先生、はい、薪ストーブのイメージってどんなイメージでしょうか。薪ストーブですか。もうなんかずっと暖かい、うん、で火を消しても暖かいイメージがあります、うん、そうですよね、うん、体のこの底から温まる、そういうイメージですよね、うん、またなんかね薪ストーブってねすごくおしゃれですしね、華やかですしね、うん、憧れですよね、うん、本当に窓花先生にぴったりのイメージですよ。ということで早速そんな窓花先生におすすめの薪ストーブを見ていきましょう。じゃあお邪魔します。先生におすすめなんで、僕たちには別におすすめ。ほらほら、もうやっぱりね薪ストーブ専門店というだけあって、ほら薪割りのこのね斧がもうあったりとかですね、ね、で最近はね新しく新築で家建てるときに薪ストーブをね入れるお宅が増えてるんですってね。じゃあそんな薪ストーブ見ていきましょう。じゃあよいしょ、邪魔します。あったけー、いやあったかいです。しかももうね店内が薪ストーブのいい香りしてるんで、なんか心なしかこの匂いだけで体が温まってるような気がしますよ。見てください、まず目に入るのが立派なこれほら薪ストーブ、そしてその薪ストーブの問い目向かい側にはこれまたロッキンチェアですよね。もう座ってくれとばかりにありますんで、これは座らんと失礼やと思うんで座らせてもらいましょう。よいしょ、優雅ひとときだねこれ。優雅ですね、いいなね、ホットワインなんか男前に飲みたいですね。いらっしゃいませ、こんにちは。どうもどうも、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、ウッドペッカーの池高さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、2004年にこちらオープンされたってことなんですけど、はい、なんか薪ストーブの専門店としては北陸で初なんですよね。そうなんですよ、もともとはこうハウスメーカーさんとか建築会社様向けにお仕事のをさせていただいたんですけれども、まあ、やはり実際に使う方にも体験していただきながら、こういろんなお話を聞いて使い方のご説明とかもさせてもらうっていうのが一番いいかなと思って、はい、ショールームの方をオープンさせていただきました。はい、僕なんか実はサウナ好きなんで、あら僕らサウナーからするとウッドペーカスさんっつったらもうあのサウナーの聖地ですから。 ありがとうございます、ね、サウナもやってらっしゃいますもんね。はい、サウナの方もあの、ね、いろいろとお仕事させていただいてます。はい、ということでちょっと店内お邪魔します、見せていただきます。はい、まあね、薪ストーブをね、メンテナンスする小道具とかね、で、まあ、いろんな道具、小物なんかもこういろいろ揃ってるんですけど、あの実際こちらには薪ストーブ何種類ぐらいあるんですか。そうですね、今40台ほど展示の方させていただいておりまして。40台、そうなんですよ、世の中にそんなにストーブがあるんですか。そのうちのこう12台実際に燃やすようなことができるようになってます。はい、いやーすごいですね。うん、で私どもの方はこういろんな世界のメーカーさんと代理店契約のをさせていただいておりまして、うん、それこそ本当に本場のヨーロッパのストーブの、販売、アメリカのストーブの販売から、施工、もちろんメンテナンスと全てトータルでサポートさせていただいているようなお店になります。いや、メンテナンスまでトータルで見てくれるっていうのは、はい、買った後も安心ですよね。もちろんです、ね、はい、ほんでいっぱい数ある薪ストーブの中で僕一番気になるのこれ、なんかアンティーク家具みたいでいいですよね。めちゃくちゃ可愛いですね、はい、これ。あの本当に昔からこう絵本に出てくるような薪ストーブで、はい、そうですよね、はい、僕はあの娘おるんですけど、娘に読み聞かせてる絵本の中にこういうの出てきますもん。やっぱりそうですよね、あの薪ストーブは絵本の中では結構多く登場しますので、これまた材質とか手触りもいいですね。こちらホーローがかかっているような形になって、こういわゆる一般的な黒いストーブとはちょっと違って、芋の上にホーローが塗ってあるような綺麗な仕上げがされているストーブになります。はあ、それでこういう、そうなんです、ね、仕上げになってるんですね、はい、いや可愛いらしいな。で皆さんご覧ください、薪ストーブがね、うん、ほらずらーっとこう、どうですか、ずらーっと並んでるんですよこれ。
いや、こんなにね、薪ストーブを僕見ることあまりないですけど、壮観ですね。結構台数置いてるんで迫力あるかもしれないですよ ね、 ね、はい、でやっぱりこの薪ストーブの良さってどういったところなんですか。やっぱり一番は暖かさですね、うん、遠赤外線効果といって、まあ、エアコンとかファンヒーターのようにこう暖かい空気を出すのではなく、薪ストーブ自体が今家の中にあるこう空気を温めるので、体の芯からこうお風呂に入ってるようなポカポカとした暖かさを感じることができるっていうのがまず一番の魅力かもしれないですね。ですよね。僕まだ入ってきて数分ですけど、すでに暑いぐらいですもん。汗かきます。汗かきますよね。まあ、あとはやっぱりこう冬場ですと特に結露とか、まあ、悩まれてる方多いかもしれないんですけど、薪ストーブ自体は外のこう冷たい空気を取り入れて燃えるわけではないので、うん、まあ、窓にかかる水水滴とか、うん、ああいった結露問題にもやっぱりこう対処できるというか、助かるなと思う時ありますね。うちね、はい、寝室のカーテンが結露でよく濡れるんですよ。よくありますよね。そういう心配もないんですね、これ。薪ストーブ、そうですね、使ってらっしゃる方は結露に悩んでる方少ないんじゃないかなと思いますね、うん、いや、いいですね。で、見た目いろんなものがありますけど、どういったタイプがあるんですか。基本的にはまあこういう昔からあるようなクラシックタイプと言われるようなものと、まあ、あちらに行けば行くほどこうモダンタイプといって縦に長いような炎がきれいに見えるようなストーブが多くなってるかなというような感じですね。確かにスタイリッシュでちょっと今時ですよね。そうなんですね、はい、で数ある中からどういうのがおすすめなんでしょうか。そうですね、やっぱりおすすめっていうと、まあ、いろんないいストーブがあるんですけど、はい、私どもこうお店の方でお客様にこう料理がしたいんだとか、火が見たいんだ、暖かくなりたいんだとか、いろんな声を聞きながらおすすめを選んでいくというような形になるんですけど、例えば、うん、料理がしたいなっていうお客様とかにはまさしくこちらのストーブ。炉内もやっぱり大きいですから、中でピザを焼いたりお肉を焼いたりとか、あとはそう、この上でお湯も沸きますので、これで沸かしたお湯でコーヒーを飲んでいただいたりとか、カレー、おでんなどの煮込みをやってもらったりとか、いろんな楽しみ方ができるので、これおすすめですとかって言ったりもしますけど、はい、優雅ですね。昼間にちょっとピザ焼こうかなんて言って眺めながら楽しい休日になります。最高ですね。となると気になるのちょっとお値段、はい、どんなもんなんでしょう。一番やっぱり多く出ているもので、うん、薪ストーブだけでいうと40万円ぐらいのものが一番多いですね、はいはいはい、であとは煙突ですとか、うん、設置工事費ですとかでだいたい100万円前後で設置できるっていうのが一番多いんじゃないでしょうかね、はい、ちなみに今設置工事っておっしゃられてますけど、この煙突っていうのもちょっとこだわりがあるんですよね。そうなんですよ、うん、薪ストーブ燃やすのにはもちろん煙突が必要なので、うん、ヨーロッパ製の薪ストーブは歴史が長いので本体はヨーロッパ製と。で僕らの方は煙突はやっぱり日本の風土ですとか、うん、家の作り方に合わせたこう細かいこう溶接の技術とかがやっぱり優れているので、日本製のものを使わせていただいています。だから日本の気候に合わせたものをあえて使ってるってことですね、はい、でもう一つやっぱり気になるのはね、お値段もそうなんですけど、うん、メンテナンス大変なんじゃないかなとか思われてる方いらっしゃると思うんですけど、そのあたりどうなんでしょうか。例えば、まあ、うん、お客様にやっていただくことっていうのが、うん、こう実際に薪をくべていただくぐらいで、あとはちょっとこう灰を取っていただくぐらいで、うん、まあ、実際のメンテナンスに関しては煙突のこうお掃除ですとか本体の細かいこうパーツの入れ替えとか点検とかっていうのは1年に1度私どもがお伺いさせていただいて全てやらせていただくというのが多いかなと思います。至れり尽くせり、はい、じゃあもうズボラな僕みたいなもんでも全然大丈夫ですね。何も気にせずにただ薪を燃やしていただければそれで大丈夫です。ちょっといけないです。ちょっと本格的に欲しくなってきましたこれ。ありがとうございます。いやこの商売上手。で最新の薪ストーブもあるんですよね。はい、はい、うん、こちらになります。はいはいはい、こちら、あ、これまたなんか家にすごくマッチしそうな、家の家具としてなんかすごくマッチしますよね。最近やっぱり薪ストーブっていうと、うん、暖を取るっていうだけではなくて、ヒーティングファニチャーといって炎の見える暖かい家具というようなイメージがすごく強くなってきてまして、例えばこちらのストーブなどは、ここに石が入ってます、はいはいはい、なのでもちろん暖かいのはもちろんなんですけど、薪をこう少し入れると、うん、すぐにこうダイナミックな炎が楽しめます。やっぱりこの画面が大きいのでバーッと燃えてるような大きな炎が楽しめます。テレビ画面のように炎を鑑賞できますもんね。すごい、こちらのストーブとかも、すぐにそんななるわ、うん、こうやってくるくるとこうすごい回すことがだからこれお部屋のどこに座ってても火を見て楽しむことができるってことですよね。そうなんです。であとはですね、うん、
こういう石がこの中にも全て入っていますので、もちろん炎が楽しめるっていうのはもちろんなんですけれども、やっぱりかなり暖かく、なるほど、はい、楽しむこと、暖かくて見て楽しめる、そんな薪ストーブでございます、はい、ということで皆さん、お客さんの要望に合わせていろんな薪ストーブこちらでは提案していただきます。もう薪ストーブを囲んで、そして火見ながら家族団らんなんて、これ理想的じゃないですか。ということで今日は寒い冬を楽しく暖かくしている薪ストーブをご紹介しました。ウッドペッカーからでした。ありがとうございました。ありがとうございました。